道中の極事を追い出して。ジン、こっちだ。近江から上野岳の砦に続く古道があるんだ。だけど猛虎に陣取られてる。チラスにも味方が欲しいね。佐護山に狩人の集団がいる。頭は武志。友なのか。違う。だけど手を貸してくれる。弓の腕はかなりのもんだよ。一人で会ってきて。私は志村の城を抜けて近江に行ってくる。皆と共に南を攻めろ。俺は狩人を連れ北から攻め入ろう。うまくいくかな。ああ。抜かるでないぞ。あんたも。そこのお方、温まってってくれ。お主、たけしか。名前もご存知か。酒井仁、ユナの友だ。あいつの？生きてんのか。大宮の道が固められた。俺一人では道を開けん。手を貸してほしい。どうしたもんかね。狩りの名手だと聞いたぞ。この地の狩人の頭だそうだな。ユナがそう言ったのか。戦に慣れておるともな。違うのか。慣れてはいる。だが訳もなく命を懸けられないな。この冬は寒くなる。山の中で凍えながら過ごすより砦で暮らしたいだろう。春までいていいなら乗った。決まりだな。獅子を狩るのとは訳が違う。まずは様子を探る。猛虎の射手が門を守り、絶え間なく騎兵が往来してる。我らが北から攻めれば、ユナたちが南から乗り込む手はずだ。ユナも一緒か。なるほど。砦は崖際にあるな。登って入れそうだ。砦に材木を送る木こりの宿営だな。猛虎が現れてからはもぬけの殻だ。崖登りの腕は増えてではない。木こりの宿営に向かおう。
そこから離れろ。すぐに行く。すぐにね。今の見ました。ユナのやつ、変わった友ができた。策を練るぞ。ここから砦の中が見える。山際から砦を見渡せそうだな。敵も狙い撃てる。あそこに射手の多くを置こう。屋根の上から場をかき乱せるな。ユナが言いそうだ。いろいろと教わった。お前ら続け。他の者は崖へ向かえ。俺に気づいた敵を仕留めてくれ。よし、分かった。気をつけろ。
こんなのけだものがすることだ。それが猛虎だ。キコリは抗ったのだろうな。一人残らず殺してやろう。騎兵が来るぞ。ここなら挟み撃ちにできる。隠れろ。聞こえただろ。散れ。合図したら矢を射ろ。今少し待て。今だ。殺してやれ。集まれ、走り急ぐぞ。志村様が援兵を募り軍を作ったと聞いた。なぜあんたが率いない。志村殿には志村殿の策が終わりだからだ。ということはこの砦あんたのものじゃないのか。南門から聞こえた。様子を見てみよう。ついてこい。まさかあいつが。向こうに行かねば。橋の様子を見るぞ。兵は南門に集められてる。今しかないぞ。橋を抜けられたとしても日槍の良い的になるな。鍵縄とやらで橋を下から渡って日槍を奪えないか。木にかければ向こう側に渡れる。登れそうな崖もあるな。見つかったら俺らが射抜いてやる。足を攻めようが攻めまいが危うきことに変わりはない。俺らは指揮に従うよ。では備えておけ。南門の仲間に加勢する。
たか。槍川と戦士も一緒だ。やっと分かった。まずはクロードか。だが山より大きいと聞いたぞ。今は戦え。どれだけ待たせるのさ。こっち来ないで、見つかっちゃう。分かってます。どっか行って。なぜ門を開けるまで待たなかった。まさか様のファンだよ。クロード様に来たのか。クロード様。高い様、ちょうどいいところに。抜けるなよ、ノリオ。少しもないわ。まあ今のところはな。無事です、酒井様。こんなに寒いだなんて聞いてませんよ。いずれ慣れるさ。城郭に迎えるよう武具を整えておけ。お主、たけしと何があった？ずっと前のことさ。あやつらただの狩人ではなかろう。そうとも言うかもね。砦で道を守るよう頼んだが、ようやく猛虎から逃れた民を襲うような賊であっては困る。悪さをすれば私が許さない。たけしはお主に会いたがっておったぞ。もう会った。早く立とう。では城郭へ向かおう。そこで最後の策を練る。やっとハーンを殺せるんだね。